から、はい、もうずっと当てる。いや水木金15時からと土日が1時からですね。この辺にスーパーがちょっとなくなっちゃって、うん、ちょっとなんか足りないなとかいう時に不便なんですよ。ちょっと足を伸ばさないと、車がないとね、行かれないところにしかスーパーがなくって、うんまあ、コンビニはあるんですけどね、うん、コンビニじゃちょっとっていう、まあ自分がまず困って、うん、で、まあ、地域の方に結構こう和歌山市も高齢化進んでるから高齢の人も多いね、多くて、あ、それでちょこっとパン、ね、パンとか何か置けないかなって何かこういうことできないかなと思ってて、まあ、コストコ再販店なんかいいんじゃないかなと思って、うん、ちょっとまあ、あまりないお店にしたいなって感じ、うんうん、コンビニじゃない、うんうん、なんかできないかなと思って始めました、うん、だから車のないお年寄りなんかは困ってらっしゃると思って、もう地域貢献の意味もあって、うん、この町をこうなんか明るくしたいな。なるほど。でもこの辺にはここしかない。そういうことやな。駅近くにコンビニさんがありますけど。お、駅まで坂やしな。ないですしね。うん。まあでもこのこんなん買うてくれたら。だからそうですね。ちょっとまあ、これとか。おやつ。おやつやな。ここら辺が高齢の方に優しいな。そうですね、うん、まあ、お野菜も普段ありまして、うん、野菜と、まあ、お肉もお肉もあるありまして、へえ、まあちょっとええー、なんでもこんな冷蔵庫で売ってくれるっちゅうのはええかも分からへんでなあ、業務用ではないんですけど、うん、ええかも分からん。お家の冷蔵庫開ける気分で、そうやな、いただいて、うん、ここに行ったらまあ揃うんじゃないかと、うんうん、最低限の食生活はできるんちゃうかなっていう感じのお店、家に帰ったようなそんなおやつが助かる。おやつでよそにないコンビニにはないおやつとか、うん、まあ、コストコ商品とか、うん、面白いお店にしたくてちょっと頑張ってます。寒いけど。そうですね、なかなかこのポップコーンとかレンジでチーンで、うん、3分くらいでできる。レンジで3分。レンジで3分置いていただいて、もうそのまま袋のまま膨らむんです。でもちょっと穴開けて、穴は開けなくって、この外袋を破っていただいて、外袋を破って中にこの紙袋に入ったコーンっていうかな、あ、なるほど、ポップコーンのあれが入ってまして、で下にしていただく面を下にして3分チンしていただいたら、もう出来たての熱々のポップコーンが食べられます。100円やん。100円です、はい。まあ、こういう人気商品ドーナツとか、うん、今日ちょっともう売れてしまってないんですけど、あとバームクーヘンとか、はい、うん、コストコですごく人気の、あのポップコーンも大きいね。これもねこういうのですね。ばっかでかい。こういうのが一つの単位ですね。へ、こういうのでコストコで売ってましてね、うん、それをまあ小分けして売ってます。へえ、まあそうですね、あとまあこういう、うん、ココアとか、あ、これココア、ココアなんですね。ちょっとまあ一箱これだけ入ってるんですけど、これ3つ、うん、3つで100円で売ってます。100円で売ってくれたら私がすごい嬉しいんだけど他の100円シリーズはどんなんなんですか？100円シリーズですか？これ100円やろ、ポップコーン100円やろ、100円で、ね、でココア100円やろ、そうですね、まあ、これ2個で100円、2つで100円ですね。へー、美味しい、美味しいですね、うん、まあ、大体大きい単位、大きいものが多いんですけど、こういう揚げ餅、こういうのでしたら、うん、中で小袋に個包装されてますので、うん、結構大きいものが多いですかね、うん、小分けして売ってますけどね。これサプリの、サプリメント。これ何？これはフルーツソースで、
ヨーグルトとかに入れてもらってもいいし、あと赤ちゃんの離乳食とかにも使えます。オーガニックです。卵、春雨スープ、こういうのですね。しじみ、わかめスープ、もずくスープ、あ、これも美味しいです。韓国海苔？はい、おせんべいなんですけど。おせんべい、はい、ちょっと変わった味で美味しいです。まあこういう、まあこれはどこにでも売ってますけれども、こういうのコストコで、カークランド商品、はい、これも人気ですね。このマジックソープという、顔とかボディのね、お風呂で使えるボディソープです。これ一度使うとハマる方が多いですね。もうあと定番のこのキッチンペーパー、これすごく人気です。水で洗って何回も使えるという、これはこれを求めて買いに来られる方もいます。でこういうのとか、これソーシー、ラップとはちょっと違う、このシャワーキャップか、あのお肉とか小分けしてこう、ね、しておくやつなんですけど、こういうのとかこういうのも人気ですね。赤ちゃんのお尻拭きとか。ああ、なるほど、はい、これバービー安いじゃないですか。バービー安いね、1000円って、はい、バービー、うーん、こっちもすごいですね、はい、これまあブラックペッパーとかシナモンとか、まあソルト、こういうの、あとはクゼフクさんの商品、万能だしとか、こういう系ですか、アンバーター、いぶりがこ、タルタル、なめたけ、こういうグルメのタレとかね、こういうのもございますね。このイチゴミルクのもう、アワビもすごい、これもね、あのオイスターソース、美味しいです。何焼いてもかけていただいて、こういう蜂蜜とか、メープルシロップ、はい、あります。チョコレート、チョコレート、リンドールチョコ、あとゴディバとかもございます。このオレンジジュースとかマンゴージュースも美味しいです。プルコギとか、あ、プルコギ、プルコギビーフです、ハイローラーとか、ハイローラーって人気商品、ハイローラーどれ、ハイローラーちょっと今ないんですけど、ハイローラーとか、このミスジのお肉、ステーキのお肉とか、そういうのも置く予定です、今後。だ、予約は予約は受けていないですけど、お客様から、こういうのを食べたいから置いてって言われて、だんだんあの種類が増えてきたって感じですか。あ、これお買い得のカゴ。なんかそうなんです。はい。で、週末はだからパン、マスカルポーネパンとか、もう売れちゃってないんですけど、あのディナーロールのパンとか、そういうの小分けしておってます。あ、そう。それ5個ぐらい欲しいって言って、5袋ぐらい、あったん、5袋しかなかったんですよ。そうよな、そんな5もしたらな、1袋しか、オキシクリーンとか、オキシクリーンって何や、あの洗剤、へー、これのなんかのウェットティッシュみたいですね、これは、ウェットティッシュ、これはね、これは洗剤ですけど、あ、こっちがね、これ面白いもんあるやんか、こっち、これはもうちょっとね、トイズ、おもちゃ、おもろいやん。このオキシクリーンって何でも洗えるの、洗剤でも何でも、食器でも何でも洗えるの、